おいっす、こんにちは、アメルです。東京リベンジャーズ第21話を見て、ベヤング食いてえなのバチのシーンクソ泣けました。はい、ということで今回は明日から実装というか開始の、大の大冒険、私も、40話まで見たかな、もうあとちょっとで完結します。はい、明日までにはなんとか全部見れそうということで、今回は、ベスト5の方をね、決めていきたいと思います。ということで第5位からいきましょう。はい、第5位はこちら、ヒュンケルです。今もう結局ほぼ全話通してヒュンケルが一番好きかもしれない。かっこよくて強いキャラね、まあ無難に好きですよ。これネタバレしていいんかな、まあやめとくか。はい一応味方です。はい、でヒュンケルなんですけども、まずは進化前バインド耐性、スキブプラス封印耐性、7コンボ強化3つに闇のコンボ強化が3つ、超覚醒はスキブプラス7コンボ強化十字攻撃ですね。7コンボ強化4つ持ちにしてもいいと思うし、スキブ4つでもいいかもしれないですね。闇のコンボ強化を複数持つことで、パーティー全体の火力はかなり増すかなと思います。ステータスはまあ全体的に普通かな。で、6ターンスキルで1ターンの間落ち込んだしの1ターンダメージ激減の操作時間2倍、6ターンのダメージ激減が非変身だと一番低いのかな。キャプテンアメリカとかがそうなんですけども、多分5ターン激減はいないはず、わかんない、変身キャラはもちろんいると思うけど、いるかわからんけど。はい、というところで、まあ短いターンの激減スキルですよと。で、操作時間も取り戻せて、落ち込んなしも正直まあ1ターンであれば浮気という面でプラスに働くのかなと思って、強いスキルだと思います。リーダースキル、ブラッディスクライド。これね、こいつの必殺技ですよ。なんかね、急所を貫くんかな。まあ、この構えでやるんですけど、非常に強い技です。で、闇属性の全パラメーター2倍、闇の2コンボでダメージを軽減 35% かな、わからんけど。闇の3コンボの13倍固定1ダメージです。で、攻撃力が26倍入れて、軽減が張れる、全パラ2倍リーダーと。で、固定ダメージもできますよと。まあ、見かけ等の相性が非常にいい。で、6ターンスキルでリラチェもしやすいので、76での運用がしやすいかなと。まあ、最近凍土が登場したんであれですけど、まあ、闇で染めつつの見かけパーっていうところで強いかなと思います。リラスキルも結構強力なんじゃないでしょうか。究極進化すると、バインドスキルプラス、封印、指プラス、暗闇耐性、L 字に10コン7コン、クマキラーです。L 字を素で持ってるのが偉いなと。で、暗闇耐性プラスも持ってるので、まあ、マルチした時でも十分火力が出ながら耐性も埋めれるっていうのは非常に強いところかなと思います。で、7ターンスキル、1ターンなら操作時間回復力、光属性の攻撃力が2倍、左の縦一列が光、右の縦一列が闇というところで、まあソフィー的な変換のあるソフィーみたいな感じで2ターンこそ重いんですが、まあ操作時間や回復力を全て取り戻しながらのスキルなので、非常に汎用性の高いスキルとなっております。で、この何だっけ、読み方どうだったっけ、虚空戦、虚空戦何だったっけ、このリーダースキルの読み方、これがこの武器を使って放つ技で、ちょっと今ね僕が見てるところで初登場した技なんですけど、まあ、槍のスキルがもともとヒュンケルがなくて、でこれを使った技の中で、多分これもあのアバン流の技なのかな、なんか非常に強い技らしいです。ちょっとまだいまいちよく分かってないです。で、チーム内の攻撃悪魔体力タイプ1つにつき HP と回復力が上昇の闇光の同時攻撃20倍の2コンボ加算、まあこっちは軽減なしでこれなんで、まあちょっと難しいリーダースキル、弱かないけどっていうところかなって思ってます。まあ火力の出るいいキャラでしょう。で、アシスト進化、これ強いですね。スキルプラス体力キラー闇ドロキを2つで、スキル内容13ターンで4ターンダメージ 60% 軽減の消せないドロップ覚醒無効状態の全回復、武器が非常に強い、うん、この 60% 軽減4ターンできるっていうので、まあ気候上方面とかでやっぱ発狂を耐えたりするのにどうしても軽減必要なので、まあ4ターン張れるっていうのは非常に強いかな。で、覚醒無効状態等も全回復できるというところで、まあ非常に強い武器だと思います。体力キラーも非常にね最近刺さりやすいしいいんじゃないでしょうか。というところでヒュンケルが第5位でした。第4位いきましょう。はい、ということで第4位はこちら、ダイになります。主人公ですね、まず進化前バインダーテスキュープラス封印指プラスお邪魔耐性プラスに7コンボ強化が4つ、超覚醒スキュープラス7コンボ強化操作負荷です。7コンボ強化5つにして火力をかなり出せるキャラクターかなと思います。副属性も持ってるのが非常に偉いと思いました。HP がちょい高め、攻撃力も普通にちょい高い、回復力は低めかな。6ターンスキルで、1ターンの間自分の攻撃力が5倍で、ダメージ無
号貫通っていうところで、まあ多色編成においても非常に使いやすいスキルかなというところです。まあ、自身無効貫通がこの状態だと覚醒にないので、まあ火力をしっかり無効の敵にも出していけるっていう面でも強いかなと思います。リーダースキル完成版のアバンストラッシュですね。ドロップ6個糸つなげてケストダメージを半減、固定1ダメージ、7コンボでダメージを軽減、攻撃力22倍、まあ 65% かな合計がっていうところですね。まあ76運用かな、6ターンスキルなので76で使ってあげてっていうところかなと思います。すごいぶっ飛んで強いわけではないんですけど、まあそこそこ強いリーダースキルぐらいかなと思います。で、究極進化すると、バインダーってスキブが4つあって、封印あって、指プラスの7コンボ強化3つに無効貫通です。で、超覚醒変わらずっていうところで、まあ、スキブ6個にできたりするのが結構強み。まあ、7コンボ強化4つに無効貫通できるのも強いかな。で、このキャラのいいところは、副属性も光なところなんですよね。まあ、光パにおいて、こいつはかなりいい火力枠になれるかなっていうところです。副属性含めてしっかり火力を出していけるのが強いかなと思います。で、スキル6ターンスキルで1ターンの間チーム内のコンボ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、最上段横1列を光ドロップに変化。まあ、コンボ強化覚醒なので結構エンハンス倍率乗せやすいんで2倍ぐらい出るんじゃないかなとか思っております。で、俺は魔王軍と戦う勇者ダイダーっていうのは、これは記憶を取り戻した時のダイのセリフだったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、その辺だったかなと思います。で、リーダースキル、ライデインストラッシュ、ドロップを6個以上つなげて消すとダメージを半減、3コンボ加算、光を5個以上つなげて消すと攻撃力20倍、光属性の HP 1.5 倍。まあ、1.5 倍半減は最近の環境だとちょっと物足りないかなと思いますが、ちょっと前のダンジョンを簡単に周回するっていう面では非常にいいかな。降臨系のダンジョンの周回には使えるんじゃないかなとか思っております。で、アシスト進化、L 字。光列強化2つ、光ドロ強化2つですね。で、スキル 10ターンスキル、3ターン操作時間回復力、光属性の攻撃力2倍、3ターンの間ランダムでルーレット1個生成。まあ非常に強い。ルーレットを生成しながら操作時間を伸ばせる。で、回復力も光属性のエンハンスもかけれるっていうところで、結構いいスキル内容かなと思います。これで L 字も漏れるので、ロック目覚めの対策もできるしっていうの。で、大の剣なんですけど、これ今僕が見てるところでようやく登場した。で、大の剣を持ってこそ、この勇者ダイはね強いんですよ。で、ドラゴンのもうなんていうの、紋章っていうか竜のあるじゃないですか、おでこに出てる。で、これを使って、まあ、手に使うんですけど、ダイ使っちゃうとそこら辺の剣だと破壊されちゃうんですよね。耐えれないみたいな、そのオーラに。で、ダイの剣が唯一、まあ、今のところ耐えれる、この後登場するあのキャラも耐えれる剣持ってたんですけど、まあ、このダイの剣を持ってこそ強いので、このね、進化前、究極進化はね、普通の剣持ってるので、まだね、ダイは本気を出してないっていうところですね。はい、まあそんな豆知識でした。ということで次行きましょう。はい、次アバン先生になります。こちらも星8のキャラですね。交換は可能となっております。ダイとアバン先生とバランが変身じゃねえわ、交換可能かな。で、アバンは変身キャラと究極がありまして、まず変身の方はバインダスキブが2つで、指プラスに雲耐性がありますよと。で、20ターン変身なんですが、敵の行動を5ターン遅らせて変身できます。これが結構活躍する場面がありそうな感じがしますよね。で、変身するとバインド指プラス雲耐性、チーム HP 強化が2つで 10% 上げて、7コンボ強化3つに無効貫通。まあちょっと火力控えめかなとは思いますが、まあ攻撃力も高いので、まあいい火力は出るかなと思います。で、2ターンスキルでドロップロック解除からの火を火、闇を光というダブル変換になっております。ロック解除できるのは強いんですが、回復を生成できないという面がちょっとどうなのかなとか思ったりしてます。で、火か光を5個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃力が20倍、固定500万ダメージの火と光属性の HP が2倍となっております。まあ組み合わせるのであれば、龍明オアフィリスあたりかなーっていうところですね。まあその辺と相性が良くなります。龍明が、まあ、今後強化が来ると思われるので、その辺との相性が非常に良くなってくるかな。コンボ加算しかない相方が多いので、まあそこの固定ダメージ枠としては非常に強い相方を張れるんじゃないかなと思ってます。向こうの相方がね、回復作れるので、まあ、毎ターン回復作れないにしても、まあまあいいキャラにはなるかもしれないです。で、龍明にしても、あとフィリスにしても変身ターンが長いんですよね、お互いで。
そこをサポートできるこの五反遅延、これが活躍できるんじゃないかなと思ってます。今後いいが言い方張れるかな、もしくはサブでも強いと思います。で、究極進化するとバインド耐性スキブプラス封印あって指が2秒分あってナルコモ強化は4つ、聴覚性はスキブプラス暗闇耐性プラス無効貫通ですね。まあ無効貫通つけてあげるのが強いかな。まあ、場合によっては暗闇耐性プラスになったりするかもしれないですね。で、ステータスは HP まあ高め、攻撃力はまあ普通ぐらい、回復力まあ、ちょい控えめぐらいかな。で、8ターンスキル、1ターンの間光属性のエンハンス2倍で、1ターンの間属性吸収ダメージ吸収無効化で汎用性がかなり広いと。まあ光場のサブに無難に入れとけばその辺の降臨初見とかには役立つかなとか思っております。ポロネと同じスキルターンでこの内容なので、まあポロネが報われないっていうのかな、報われないか、うん、っていうところで、ちょっとアバン先生いいスキル持ちすぎですね。で、リーダースキル、光属性全パラアニメーター2倍7コンボの攻撃力10倍、光を6個つなげて軽減の固定1000万ダメージです。はい、一番出しやすい1000万ダメージなんじゃないかなとか思っておりますけど、まあこれもぶっ飛んで最強クラスの耐久性能を持ってるわけではないんですが、まあ、固定1000万っていうのがかなり強みになってくるので、まあでも1000万必要なケースってなかなかないんですけどね。まあだいたい500万ぐらいあればこと足りるケースがあるので、もしかすると裏木工場とかね、まあその辺の新しいダンジョンが来た時に固定1000万あったらかなり便利とかいうダンジョンが出るかもしれないので、まあそうなってくるとね、非常に強いリーダーかなとか思ってます。まあアバン先生個人的にはこれ副属性も光っていうのもあって、まあ台と同じような感じになるんですけど、しっかり火力を出してくれるサブポジションになってくれるんじゃないかなと。変身のアバン先生に関してはリーダー張れるかなとか思っておりますで、アシスト進化するとスキブにチーム回復アップ2つに LG で、12ターンスキルで自分の味方2ターンヘイストして5ターン自分の攻撃力2倍、これねかなり強いと思ってます。アマツでよくねとかいう意見があるかもしれないんですけど、 LG 持ってるのは結構優秀ですよ。まあ雲耐性はもちろんねアマツは持ってたりするんですけど、やっぱねどうしても LG が最近ね、あ LG 武器で積まないとみたいな、神秘の次元方面をクリアしようと思ったらロック目覚め避けようがないんですよ。で絶対解除しなくちゃいけなくなってくるので、まあ LG はね結構必須クラスの覚醒になってきているので、これはね強いと思います。これ使うと思うので、僕はアバン先生本体と絶対この武器用で2体は取るつもりでいます。交換が可能なので、まあ取っておこうかなっていうところですね。はい、アバン先生武器含めてかなりいい性能だと思いました。次第2位いきましょう。はい、第2位はバランになります。これ大の父親みたいですよ、うん、その辺は言っていいよかった、まあいいや、もう言っちゃったわ。はい、で、変身キャラクターなんですけども、まずは、スキブが3つ、指プラス7コンボ強化が2つです。25ターン変身で1ターンの間ドラゴンタイプの攻撃力が10倍のバランに変身します。で、変身するとバインドスキュー、あ、ごめん、バインド指プラス7コンボ強化が5つで、闇のコンボ強化2つ、もう火力に特化したような感じですね。封印がないのでそこ注意が必要かな。で、ステータスも、まあ、全体的に高めかな。回復力は普通ですけど、攻撃力もまあまあ高め、HP もまあまあ高めですね。で、4ターンスキル、これが結構強いですよ。ダメージ無効貫通しながら自分の攻撃力10倍しながら全ドロップのロック解除して光闇回復の陣です。これで、まあ、自分だけにはなるんですけど、副属性もカンストしていける。まあ、間違いなくカンストするでしょう。で、無効貫通もできるので、ね、これも含めて敵、どんな敵にも刺していけると。これが非常に強い、強力なスキルかなと思います。リーダースキル、ドラゴニックオーラ。7コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が4倍、固定1ダメージ。闇の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が5倍、3コンボ加算です。はい。3コンボ加算して固定も入りますと。20倍出て経験半減です。闇の2コンボっていうのがちょっとネックになってくるので、バランバランで組み合わせるのが無難に強いかなと思うんですが、そうなってきても4ターンスキルなので、もう1体ぐらい毎ターンね変換できて闇先生できたら強いんですけど、ちょっとそこがねリーダーとして6号で使うんだったら欠損怖いなっていうところがでかいと感じましたね。まあサブ運用でも非常に強いキャラクターになると思うので、まあ、このキャラクターは間違いなく当たりでしょう。で、アシスト進化は封印2個にチーム HP 強化2つに毒1個ですね。で、10ターンスキルで3ターンの間 HP30% 回復、1ターンならダメージ激減、自分の攻撃力3倍です。まあ激減スキルとしてはまあまあかな。封印2個持ってるっていうのがかなり強みになってくるかな。最近の編成封印がちょっと枯渇しがちなので。で、この剣が唯一ドラゴニックオーラとかに耐えれる剣だったんですけど、
ダイとの戦いによってね、これ壊れちゃったんですよね。だからダイの剣っていうのが必要になりましたっていうストーリーでした。ということで、はい、ある第1位いきましょう。はい、第1位はレオナになります。はい、これは個人的なので、もしかしたら、まあ、賛否両論あるかなと思うんですが、このコラボの中で絶対何が何でも一体手に入れるべきだなと感じたのがレオナでした。正直ダイとかアバン先生もまあいたら光属性で強いリーダー張れたりサブに入れたりするんですけど、レオナだけはちょっと欲しすぎたかなって思いました。はい、まずは進化前バインドスキューが4つあって、封印指プラス暗闇耐性プラスに回復ドロキョン3つで、超覚醒雲耐性スキブプラス十字消しですね。まあ、雲と暗闇を対策できたり、あとスキブ6個持ちにできたりできます。で、回復力が非常に高いステータスになっており、6ターンスキルで1ターンの間回復力を2倍、消せないドロップとか生無効状態の全回復、はい、回復力も取り戻します。お、6ターンです。まあ、ベリアルが自称して5ターンで覚醒無効状態とか全回復するんですけど、まあこれも非常に強力なスキルで、リーダースキルはまあベンフォーマー光属性 HP2.8 倍 HP50 倍以下で回復力3倍の回復を4個以上つなげて消すと攻撃力20倍3個も加算、まあまあかなっていう、別にそんな使うようなリーダースキルではない。究極進化バインダースキブ4つで、封印1個に指2秒にお邪魔耐性プラスに十字消し2つです。まあ火力枠にするにはちょっと中途半端なので、まあ暗闇目覚め対策できるようぐらいに思っとけばいいかな。10ターンスキル5ターンの間ダメージ少し軽減なので 20% か 25% ぐらいでしょう。5ターンの間火力と光属性の攻撃力が2倍、まあうん、まあまあかなっていう。で、リーダースキル光属性の HP と攻撃力3倍、 HP20% 以下の回復力10倍、6コンボ以上で攻撃力6倍、固定100万ダメージ、まあまあかなっていうところですね。ちょっと使いづらい。で、アシスト進化はバインド回復3つにチーム回復2つにチーム HP 強化1つ、スキルは7ターンで1ターンの間回復力と光属性の攻撃力が2倍で、消せないドロップと覚醒無効状態の全回復です。この剣は最初に台に上げた剣ですかね、でやった時に。で、まあスキルは非常に強いので、あとはまあバインド回復つけれるのでルーレット潜在とかを振るようには強いかなと思います。まあ正直進化前の性能がバカみたいに強いので、これは正直持っとかないと後悔しそうな感じがしますね。もちろんベリアルでええやんっていうケースがあったりするんですが、特にベリアル持ってない人とかに関しては、あのガンコラのね、まあこれは必須クラスで確定購入で買えるので、ぜひあのお金出せる方はもうレオナを取るだけでもいいかもしれないレベルで非常に強力かなと思います。で、1体もう1体でちょっとランク5ベスト5に入ってないんですけど、1体紹介したいキャラがいまして、で、そのキャラがミストバーンですね。このキャラ入れたいんですけど、ちょっとまあ5位っていうところで、攻略方面でももちろん使えるんですが、このキャラちょっと注目してほしいのが進化前のこの性能。バインド耐性にスキブ4つに闇のコンボ強化3つに烈強が3つです。で、スキルが13ターンで、上下闇烈変換の2ターンヘイストなんですよね。で、スキブプラスがあるんですよ、超覚醒に。で、スキブ6個のまあスキブプラあヘイスト2ターンなんで、スキブ8実質それとして使えます。で、これ周回で買い聞かなくなると思うんですよね、正直。なので、あの周回勢とかにとってはもしかするとミストバーンが第2ぐらいまで来てもおかしくないかもしれないんですよ。まあこれは人によるかなと。今回まあ結構攻略重視な僕の考え方で言ってベスト5を決めてるのであれかもしれないんですが、正直ミストバーンも欲しいです。個人的にはかなり欲しい性能だとは思っておりますので、このキャラもまあかなり当たりの部類かなと思いましたね。はい、そんなところかな。まあ究極進化とかに関しては、まあ、火力枠になったりとか、まあアシスト進化はあんまり使わないような気がするな。ルーレット生成でいいかもしれないけど、まあ、進化前が非常に欲しい性能なので、ミストバーンは複数体いて損ないキャラクターかなと思いました。はい、ということで、少しでも参考になった方、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また、ダイだったり、アバン先生のテンプレ動画も出していこうかなとは思ってますので、よかったらそちらも見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。